どうも、エアコン屋のデラ君です。はい、今日なんですけど、こちらてん、おうち購入時の注意、エアコン工事が拒否られるの後編になります。はい、ということで前編の方ではね、おうちを購入するとき、こういうのに注意してねの新築バージョンをやらせてもらいました。新築のね、一軒家を買う方と、新築の例えばですけどマンションとかをね、分譲で買われる方とかね、こういうところに注意した方がいいよ、でも逆にこういう買い方をするんだったら全然気にしないで、もう無知で言っても大丈夫よ、なんていうね、お話の方させてもらいました。そちらの方興味ある方はそちらの方前編をね、ちょっと見に行ってみてもらって、こちら今回後編の方では中古でお家を買ったり、中古でアパートの一室を買ったりとか、そういうことをする場合の注意点っていうのを一緒に見に行ければなと思います。中古はね、見方が少ないというイメージでね、見てもらえるといいのかなと思います。新築の時はハウスメーカーさん、工務店さんね、そういったところにお願いして、お家の設計から何からね、自分のプランとかもお伝えしながらやってくれるんだけど、中古で買う場合はもう誰かのプランに住むわけなんで、その人がもうエアコン全然使わないようなプランのお家だったらもう最悪なわけ。そういうのを注意してみましょうよっていうお話ね、今日していきたいかなと思います。はい、じゃあまず中古の一軒家ですね。はい、中古のお家を買う際の注意点をお話ししていきましょう。これなんですけど、まず選択肢がもう自分でつけるがほぼですね。最初の前編で言った時みたいに、ハウスメーカーさんがついてる、工務店さんがついてるということがないので、今ついてないものに関しては自分で見つけるしかないので、自分たちで業者を探さなければいけなくなります。もしくは中古で買う時についてるエアコンはそのままつけときますなんていう方もいらっしゃいますね。そういう売り方をしている方もいるかと思います。基本は自分で探すようになるんですが、注意してみるのはまず隠蔽配管がされてるかされてないか、これは見なきゃいけないですね。あと自分がエアコンを欲しいと思ってるお部屋にちゃんと専用回路があるのかと、はい、ここも大事。そしてこれもう一つ見た方がいいです。新築じゃないので、もうあるものが全てになってしまうんで、まずブレーカーも見なきゃいけなくなるんですよね。はい、ここで隠蔽配管、まず一つ目いってみましょう。隠蔽配管に関しては、隠蔽配管がされている中古のお家を買った場合っていうのは、まず隠蔽配管ができる工事業者に頼まなきゃいけなくなるよっていうリスクもあるのと、あと売る時にさ、隠蔽配管まで絶対綺麗で漏れてない状態だよっていうのをちゃんと確認して買わないとひどい思いする時あるね。まあ大丈夫だろうと思ってさ、そこの隠蔽配管されてるところにエアコンボーンってつけたと、その配管を利用してね。そしたらもうお家の中でもう地震でもうちぎれてたとかさ、銅管ぶった切れてたとか、全然ない話じゃないので、特にね、自分こう宮城県に住んでるんですけど、宮城とかね、地震がすごく多かったので、もう全然ありえない話じゃないわけなんですよ、うん、なのでそういったところも中古でお家を買うときは注意しなきゃ。基本はね、売るときって多分チェックしてくれてると思うんだけど、本当にしてあるのかどうかっていうのも聞いてみるといいのかもしれないですね。あと専用回路ね、そのつけたいところにある専用回路、これよくあるんだけどさ、お客様が、あ、これここにつけてエアコンって、でこれの専用回路でここにこうあるからって言われて、これ専用回路って聞いてるから、中古でお家買った時にって言って調べてみたら、もうここのコンセントとテレビのコンセント裏なんか一緒だったみたいなそういうのもあるんで、こういったところもしっかりお話聞いてあげないと、後で自分がひどい思いしちゃったりするね。あと今の話の延長じゃないんですけど、まあ専用回路がないお部屋があると、お家でね、でもそこにエアコンを後々つけたいと、私はここにエアコンをつけたいんだと、この4畳しかないお部屋だけど、ここをちょっと秘密基地にするからエアコン必要なんだと、
なった時に専用回路を引っ張ってこなきゃいけないね。専用回路をブレーカーから持ってこなきゃいけないので、ブレーカーもしっかりチェックしなきゃいけない。中には最近のお家ではもうほぼないんだけど、ブレーカー自体にもう200ボルトが取れないような仕様のブレーカーとかもあるわけ。そんな中に200ボルトのエアコン入れたいってなったら入れられないんで、物理的に。こういったところも注意して見てあげなきゃいけない。これが中古の一軒家の注意点になります。ここまではまだいい、俺のお話でなんとかなるんですよ。最後いきましょう。中古のマンションです。はい、こちらに関してはもう最初に書いておきますが、これはですね、もう超クセモノなんですよ。中古のマンションを購入する時のエアコンがつけれるかつけれないかのチェックっていうのってもう超クセモノで、見なきゃいけないところが本当にたくさんあるのね、マンションって。もうさっきの中古の自分のお家みたいにさ、まあここに穴開けて最悪エアコンつけてブレーカーから線持ってくればいいやみたいなのが、マンションってやっぱ自由がね効かないんだよね。ここにエアコンの穴を開けてが物理的にもうやっちゃダメなわけよ、マンションなんて。穴開けたらもうマンション崩れちゃうぜみたいな、やめてくれよっていう決まりがやっぱあるわけ、うん、そうなった中で最初からマンションってエアコンをつけると想定してるお部屋にはスリーブっていう形で穴が開いてんだよね。中の人ちょっとここにスリーブのちょっと画像出してて、ここにね、うん、スリーブって呼ばれるこういう穴をね、もう建築の時にもう開けちゃうわけ。後から開けるっていうのはやっぱ基本やらない。なのでそういった中でどうしてもエアコンつけたい、そうなった時に窓パネルを使ってあげたり、窓にこうさ挟み込んで穴だけこう開いてるタイプのそういう部材とかもあるわけなんですよね、うん、そういうのもやっぱ知っとかなきゃいけないし、もうマジでここの中古マンションでのエアコンの現状って超クセモノで、まあ簡単に書いちゃうけど、例えばまず隠蔽は見なきゃいけないね。隠蔽だったらつけれないって言われる可能性だってあるし、隠蔽の配管の中身がしっかりつながってるかどうかもわからない、うん、あとはもちろんこちらもブレーカー見なきゃいけないね。コンセント200に切り替えられるのか、もしくはエアコンここの部屋につけたいって言われた時にコンセントから引っ張っていくルートがあるのか。もうエアコンはほぼ隠蔽して持ってくるなんてもう厳しいからね、マンションだと、うん、エアコンの専用回路なんて天井裏に隠すとか床下に隠すっていうのができないんで、もう超難しい。なので専用回路はもうついてるものとしとかなきゃいけない。専用回路がちゃんとついてるかどうか、つけたいお部屋にね、そういうのも見なきゃいけない。あとはさっき言ったスリーブの穴が開いてるのか、こういうのも確認しなきゃいけない、はい、あとね室外機の置き場、これもねかなりネックになってくるんですよ。もうね自分のお家だったらいい、もう本当一軒家だったらどこにどういう風に置いてもらってもいいんだけど、マンションのようにいろんな人が住んでる建物で一緒にね一部屋にドーンと住むっていう場合ってやっぱり自由が効かないんだよね、置き場にね。共用廊下側もそうだし、ベランダ側もそうなのね。ベランダってさ、ほら火事とかなんか避難経路なんかあった時に隣のお部屋からこう突き破ってボーンって行ける壁とかあるでしょ、マンションのベランダに。隣のお家の人がここ突き破って入ってくる可能性があるよとか、あと非常のハッチとかさ、下にこう降りていけるようなはしごとかついてるようなベランダあるでしょ。それって絶対そこに干渉しちゃいけないのね。室外機とか自分の物置とかタイヤとかもう絶対置いちゃいけないわけ。もうこれは決まってるわけなんですよ、法律でね。その隣のお部屋とのその境あるでしょ、あそこって必ず人が通れる何十センチ開けてくださいっていうそのセンチも決まってるわけよ。そういうのも決まってるぐらい本当にめんどくさいの、超クセモノなのね。なのでもうね、中古のマンションを買います、で今日内覧行きます、もうほとんど買うことはもう決まってます、内覧行きますっていうとこまで行ったら、これねもうね業者と一緒に行った方がいいですよ。もうエアコン業者にはもうかけておいて声を、
もう業者と共に、もう見に行くぐらいの気持ちで行かないと、ちょっとね、一般の方が一人で全部見切って自分で頭でプランニングしてそれをうまくやってもらう業者に伝えるっていうのはね、難しいんじゃないかなって俺は思います。はい、まあデラ君チャンネルをね、毎日欠かさず夜寝る前に見てる人だったらいけるかもしれないけど、でもちょっと一般の方ではね厳しいのかなと、なんか言ってて悲しくなるんですよね一般の方では厳しいのかなと思いますんで、まあ素直にね業者の方と一緒にね見に行ってあげるといいのかなと思いました。はい、ということで今回ね2回にわたって送らせていただきましたこのテーマ、おうち購入時の注意、エアコン工事が拒否られることがあるんだよというのはどういう時なのか、新築バージョン中古バージョンとね、マンション一軒家と見させていただきました。いかがだったでしょうかね、あためになったねとか勉強になったねっていう人はぜひね高評価コメントなんかもいただけると次の動画を作る励みになりますんでね、ぜひよろしくお願いします。あとねうちのチャンネルではこういったねエアコンのお話、裏話とかエコキュートのお話、工事の裏話なんていうのをさせていただいているチャンネルになってますので、ぜひ興味ある方はねチャンネル登録して次の動画をねお待ちいただければいいのかなと思います。はい、あとね弊社なばな空調は宮城県の方でねやらせてもらってる空調業者なんですけれども、一人親方の方を対象としてるねセミナーなんていうのもやっております。あの概要欄にちょっとねそのなばな塾っていう塾の方もね貼っときますんで、概要欄にねぜひちょっと見ていただいてセミナーもね参加してみていただけるといいのかなと思います。はい、ということでデラ君でした。バイバイ。What's it like to hold his hand when he tells you that you're all